まあ、ちょっと軽めに。ああ、痛い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 、そこ痛いよ。やった、本当に痛いよ。なかなかね、厳しいですよ。そうね。あたたたたたた。痛い。痛いよ。これをこう、はい、こんな感じでちょっとこう、はい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 、伸ばしつつで膝でいくんですか。引っ張ってこれで膝で、はい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 、いってます。はい。まあ、ちょっと軽めに。ああ、痛い痛い痛い。これで中村さんの気持ち分かった。これでもっと体重乗せちゃってグイグイいって。うん、ああ伸びた、気持ちいいぐらいの感じの反応です。あ、そう、うん、本当に結構きついけどな。指でも痛いし、いや本当にね、このね5倍ぐらいの感じで押してる。あ、本当にそれ私耐えらんないな。いやだから強い人はですよ、うんうんうん、みんなはみんなそうじゃないんで。はい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 、痛い。はあ、これはでもさすがに弱い。いや、ほんと弱いです。あれですね、多分 そこまで張りは強くないけど、うん、まあ、疲れてるっていうか、ね、痛い。はあ、このこういうとこ、はいはいはい、だから多分最近なんですよね、その足首辺とか思ったの。足三里とか言うけど、うんうんうん、もっとあれですよね、内ですよね、うん、下の方が、この辺が疲れやすい人が多いかな。確かに痛い。このぐらいで、その反応出てくれるのが嬉しい。そうですか。響きます。いや、さすがにその、強もみで反応ないと、ちょっと自分でもやってて不安になる部分があって、あれもしや効いてないのかなみたいな、はい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 、ちょっと不安があるんですよ、反応薄いと。はいはい。でもそれ、いったそれこそ凝りすぎてたらあれなんじゃないですか。そうやって痛さを感じないというか。感じない人結構多いですよ。うん、痛いよ。なんで、なんだそこは。小骨ずれてるんですか。いや、痛い。これ結構痛いところですよ、この辺は。やった本当に。痛いよ。そこら辺押されてそんな痛かったことないんだけど。これでもそんなに強く押してないですよ。でそうですよね。それは分かります。こういうとことか。はい。ありますね。
痛い。ずれてるんですかね、足首。いや、硬いんですよね。硬いの。足首が。うん、そう。で、若干こっちに入っちゃってるので。わかる。はい。そうなんすね。それでまあこっちの方ちょっと緩めて、はい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 、こういう状態からまっすぐに持っていこう。あ痛い、そこ痛いよ。痛いよ、本当に。痛かった。はいはい。汗出たわ。なんか腫れてんじゃないかぐらいの痛みが。なんともないです。痛いかったよ。いや、痛いもんなんすね。うん。こんなの触ってる程度ですけどね。この辺はね、痛い人、痛くない人、はっきり分かれて。痛い人はもう激痛みたいな。そうね、そうそう、分かる分かる。感じない人はもう一切感じないみたいです。ああ、もうこういう痛みだったのかな。今までにやった方でこのかかとの真ん中のところをした時に、はいはい、ものすごい飛び上がって痛かった方がいたんですよ。そんな感じなんじゃないですか。まあでも今の痛みみたいな感じだったんだろうな。俺そのかかとの真ん中のところは全然なんとも、はい、何にも感じないぐらいです。多分あれでしょ、私もその人ぐらいしか、そんなめちゃめちゃ痛がった人はまあそんなに多くないんで、うん、だからもっとその、こっちの方だと痛がる人多いですよね、この辺。はい、そこは俺も結構聞きます。むしろそのかかとなんかは気持ちいいなーぐらいの感じですね。はあ、人によってはポイントってことですよね、今みたいな感じで。痛かった。痛い。これバッキバキですよ、こっち。ありゃあ。痛いよ。こっちはだいぶ硬いです。あ、そうですか、うん。やっぱり右足が疲れやすいんじゃないですか。ああ、そうなのか。よくわかんない足って。足ってよくわかんなくないですか。いや。わかります。はっきり。はっきりと自分でその足疲れてるなっていうのを感じます。右だなとか。わかりますよ。あ、そう。なんか足裏が痛いなとかだるいなとか思うことはあっても、はい、なんだろう、そのここの足のこちら側がとかそういう方にあんま感じたことないような、はい、俺もはっきりとそのすねだったらすねだなとか、足裏だなとかふくらはぎだなとか、膝裏だなみたいなのはっきり感じます。あ、そうですか。ただ太ももそんなに疲れないんですよね。どちらかというと硬いの方が、膝から下なんですね。太ももなんかもう全然に近いぐらい感じないです。でも当然やったら張ってますよね。やったら張ってることもありますよね、うんうんうん、ただその自覚症状として全然太ももはそんなに辛くもないから、左みたいなめちゃめちゃな痛みでもないな。それでもすぐの真ん中あたりなんですかね。うん、真ん中あたりですね。ああ、そう。ああ、その辺響きますね。うん、ああ、左もそうだった。まああとこっちの方もやってほしいですね。こっちの、こっちの、はい。頸骨の横側というか裏側というか、うんうんうん、そういうところも結構疲れやすいです。はい、そうですね。
あー痛い。あとの外側、外側さっきのところ、はい、まあ、若干横からですかね、はいはいはい、あー痛っ。気持ちよさと痛さが過剰攻撃ですね。この辺やっぱり硬いかな。この辺。はい。痛っ。今なんか鋭い痛みがあった。ああ気持ちいい。なんかふくらはぎがフーフーってされるのがすごい気持ちいいですね。はい。はい、待ってなかった。痛い痛い痛い。あでもこっちの方が、うん、右側でそこまで痛くない、うん、痛い痛い。左はもっとこうこの辺で、はい、この辺でもロックかかっちゃってたって。あそれがこっちの方が、ね、可動域は広いですね。うん痛い痛い。痛い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 。ああ痛いな。痛かった。 ありがとうございました。以上ですか。以上です。ありがとうございます。叩かない方がいいですよね。はい。叩くの良くないですよね。振動とか。あ、え、全然いいんじゃないですか。いや怖くて怖い。本当に。じゃあこれでありがとうございます。はあ、やってもらった。